モンロー軍はアメリカ合衆国オハイオ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,642人であり、2000年の15,180人から3.5%減少した。軍庁所在地はウッズフィールド村であり、同軍で人口最大の村でもある。モンロー軍は1813年1月28日にベルモント軍、 ガーンジー軍、ワシントン軍の一部を合わせて設立された。軍名は当時アメリカ合衆国国務長官を務めており、後に第5代アメリカ合衆国大統領になったジェームズ・モンローにちなんで名付けられた。2011年12月20日頃、ニュージャージー州の石油会社、エクソン・モービル社が、子会社のザト・エナジーを通じて、ベックエナジー社からモンロー軍、 ユーティカシェールガス電、広さ2万56エーカーのリース契約を受けた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は457.46平方マイルであり、このうち、陸地455.72平方マイル、水域は15.74平方マイルで、水域率は0.38%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 モンロー軍政府は3人の委員による軍政委員会があり、州内88軍のうちの85軍と同様に軍の様々な部門を監督している。現在の軍政委員は3人とも民主党委員で占められている。軍内の図書館はウッズフィールド村にある管理事務所がモンロー軍図書館地区を管轄している。移動図書館も運営している。2005年、 この図書館は6000人の利用者に14万1000件以上の貸し出しを行った。蔵書数は6万4000冊以上、定期観光物は140種保有している。この図書館はソロ地域図書館システムのメンバーである。モンドウグーンズ、モンドグンは下記18の軍区に分割されている。軍内ではスイッツ・アランド部、オハイオローカル教育学区により以下の学校が管理されている。 ありがとうございます。